吉田さん、お疲れ様です。私はね、すべてのものに意味はあると思うんですよ。人間が生きることも死ぬことも。ただ残念ながら人間はその意味が分かるほど賢くないんでしょうね。まあ、だから意味はあるんだけども、もうその意味ってのはね、もう神様の領域なのかなと。それこそ人間には全く理解できない世の中の意味ってやつでも、もしかしたら昆虫はその意味を知ってるのかもしれません。知ってるぐらい賢いんだけども、でも伝達する手段がないから、人間に対してね。だから私たちは回答を持ってないのかもしれないですね。世の中は超能力を持った昆虫がもしかしたらね、操作してるのかもしれないですよ。どうでしょうかね。それじゃあ。